はい、写真家の久保田翔也です。今日はですね、東京タワー周辺をうろうろ紅葉がないかなと思いながら写真を撮ってきましたので、よろしければ最後までご覧ください。季節はですね、もう12月の、中頃なんですけども、もう紅葉はですね、終わってたっぽいですね。はい、いやギリギリ、紅葉かなっていう感じなんですけども、なかなか厳しい戦いでした。はい、今回も、カメラはハッセルブラッド X1T2 中盤デジタルミラーレスカメラ5000万画素で撮影してきました。レンズは 35mm の単焦点1本で今回も行っています。はい、枝に葉っぱがもうないというような感じですね。これは奥に一応の木があるんですけども、モニターで、ご覧になるとお分かりの通りですね、周りが暗くなっているので、こうスポット的な感じで印象的に撮れるかなと思って撮影しました。これは東京タワーの周りに公園があるんですけども、そこの何ですかね、ちょっとこうスペースになっているバラ園みたいなところで、バラが1本まだ咲いていたので、東京タワーと空をバックで撮影しています。ちょっとね、枯れかけの感じもまた、この季節にあっていいかなと思っています。構図の話になるんですけども、日の丸構図全然ありだと思いますよ。日の丸構図のポイントは真ん中に被写体を置いてちょっとだけずらす感じですかね。それが私的にはおすすめです。カメラの振り幅的にはほんと数ミリなんですけども、ちょっとずらすことでど真ん中にある日の丸、ザ日の丸っていう感じに見えづらくなります。で、被写体がちょっと印象的になります。はい、増上寺ですね。お寺の後ろに東京タワーがドーンと立っているので、インスタ映えスポット的な感じで人気があるそうです。私の自宅の近所なので、自宅の近所というかですね、近くにあるので、よくここは、撮影に行っています。本当にお寺神社は日本全国、どこにでもあると思いますので、なんか撮るものないなという時はお寺ですね、神社仏閣はおすすめいたします。紅葉を必死に探した結果がこれですからね。大丈夫、まだ諦めてません。はい、大丈夫です、まだ撮れます。奥にはですね、なんか消防ですかね、恵みの何か置いておりました。言われがあるんでしょうね。紅葉っぽいなっていうエリアを見つけましたので、どういう風に撮ろうかなって考えながら歩いております。難しいですよね、なんか難しいんですよ。諦めて引き返すことにいたします。ただね、撮れないで帰るっていうのもあれなんで、なんとかこの枝についているもみじで1枚撮れないかなと頑張って構図を探して撮影してみようと思います。はい、前ボケ
なんかね、こう動画で振り返るとなんか撮るところいっぱいありそうだなって思うんですけどね、なかなか現地に行くと何でしょう、感度が鈍るんですかね、何撮ろうみたいにはなりますね私も。うん、もしかしたらあの被写体がたくさんありすぎてなんか何撮ろうってなってるのかもしれないなってたまに思うことはあります。はい、本当にお寺はあの建物もありますし自然もありますし、まあね人もいますし、撮影スポット的なねところは比較的多いかなと思いますので本当におすすめします。はい、なんかあの街を撮影するよりかは原宿とか渋谷とかあの街をですね撮るよりかはですね、こう神社仏閣を撮ればなんとなく和風な感じ、和風な雰囲気があの出てきますね。はい、どこを切り取っても和のテイストが出るなと思います。まだ諦めていません。紅葉をなんとか撮りたいと思っております。はい、あの奥に見えるのがお地蔵さんなんですけどね、これあの子供の成長を願って建てているそうです。以前のいざ増上寺へっていうね動画がありますので、そちらもご覧、よければご覧ください。今あのここに看板出てますけども、ここは徳川将軍家の墓所があります。この行った先にですねあの墓所があります。はい、いやー紅葉ね、紅葉ってあのいつも撮ってはいないんですけども、まあちょっと撮ってみようかなと思ったんですけども、事前の準備が必要でしたね。はい、今後は計画的に頑張ろうと思います。来年こそはちゃんと紅葉を撮れるように頑張りたいと思います。紅葉を探してるんですけども、なかなかね写真的に絵になりづらいなっていう時は諦めます。諦めます。はい、ここですね。ここなんかいい葉っぱがあったので1枚ツヤツヤの葉っぱがいいなと思って1枚切りました。私基本的には ISO 感度はもう100をベースに撮影しています。まあ夕方でどうしても60分の1以下になったりするときは ISO 200とかも使うようにはしています。場合によってはね400も使いますけども、私のカメラの場合はまあマックス上限 ISO 800かなと思いますので、一応100、200あたりを常用しています。はい、ローで撮影してますので、なんていうんですかね、アンダー部分はソフトで起こして撮影しています。こういうのはあの撮りたくなりません？撮りたくなるんですけどね、なかなか絵になりづらいんですけども、まあ、今回は、いろいろ考えた結果、後ろのお寺をですね背景に入れて撮ったらなんとか絵になるんじゃないかと思って撮影しております。はい、シルエット系ですかね。はい、平和ですね。時間は、4時半ぐらいになってます。もうね日暮れの時間なんですけども、夕日を背景に実は奥に飛行機が飛んでおります。なのでなんとか夕日と飛行機を一緒に撮りたいと思って1枚切りました。はい、最後は東京タワーですかね。東京タワーで締めますという感じですかね。ありがとうございます。はい、ということで次回リクエストの紅葉を撮りに行ったらやっぱり全部枯れていたをお送りいたします。次回もまたよろしくお願いいたします。
それではまたお会いしましょう。バイバイ。